少し体を動かしたいな。誰だ？落ち着けレザー、オイラたちだよ。お前は、お前も騎士団の人間か？なんだ、知り合いじゃないのか？知らない。赤いけど、あの子ほど熱くない。ああ、わかった。あんたたちが言ってた狼少年って彼のことだね。そう、レザーって言うんだ。助けてほしい。お？説明する時間ない。ルピカに逃げろと言った。奴らが来た。悪意を。さっきの奴らのことだな。そうだね。でもその前に聞きたいことがあるんだけど。血の匂いだ。急ごう。まさかあのバカたちが狼に襲われた？結婚だ！人じゃない、狼だ、ルピカの。だからルピカって何なんだ？ルピカは運命の家族。狼が人を受け入れ、人が狼を受け入れたらルピカだ。わあ、人間の言葉じゃないのか？でもおかしいでしょ。まさか狼たちと話せるの？彼が決めた名前だ。彼って誰のこと？この土地の主だ。モンドの主はバルバトスじゃないのか？後で話す。また手がかりを見つけた。ついてこい。あ、待って、説明してほしいことがまだあるんだけど。レザー、もう行っちゃったぞ。試合をしよう。彼だ。あの人たちに囚われた。ひどいな。ひどいとは思うけど、騎士団の立場上。村を襲ったのは俺たちじゃない。流浪の黒狼とその群れ。領地が欲しいと彼が作った掟を破った。彼？この土地の主。それはさっきも聞いたよ。ちゃんと説明して。ルピカは奥深く。一緒に来い。彼が姿を見せるかもしれない。